大城博満の俺流チャンネル。だからまた聞き全部。俺今それを初めて聞いた。だからマスコミのいい餌食にされた。俺流チャンネル。稲尾さんがいないのならロッテにいる理由はないと福岡のパーティーでお話しされたってことだったんですけども、これは本当だったんでしょうか。いや、これは本当です。それは新聞に載ったものに関してはそれは事実。前の年、その年の後半にね、三冠王が決まって、来年優勝したいんだよお前、ゲーム王さんの55本抜きたいかって言うから、いや別にそれはいいですよっていうことで、じゃあ若手、使うからなっていうことで、ああ来年も稲尾さんがやるんだなっていうようなものを持ってたんでね。で、稲尾さんは九州に球団を持っていきたいっていうような構想があっただけに、突如の解任だよな。それに対してそういう発言したっていうのは事実です、ね、今後は交渉で、まあ金額が球団と合わなければ反抗さないと、まあ、クビになっても拾ってくれる球団あるだろうって発言した後まで出てたんですけども、でも球団とは交渉権をしてないよ。その都度すれ違い、交渉は一回もない。あ、なかったんですか。その時にまあある雑誌の方で、ね、信子夫人が来年は夫にセリーグでプレーさせたいっていうような発言も出たってあったんですけど、これ信子さんそんなことあったんですか。ありましたね。うちにまずね、皆さんからいただくハガキにパリーグで三冠取ってもセリーグじゃどうかっていうのが殺到したんです、全国から。でその時にね、私がたまたまテレビの番組で主人と一緒に出てね、セパ両方あるんで残りの11球団のうちどこ、パリーグの5球団ね、1球団ロッテにいるわけだから、その他どこでもね、ただセリーグでもっていうお話がいっぱい来たので、やらせてみたい、まあ本人もやってみたいんじゃないかってことはお話しましたテレビで。そっからトレード志願ね、信子がトレード志願言ったよっていうようなことで、トレード志願っていうような発言ではないんだよな、うん、でもマスコミ的にはそういうふうに取り上げた方が面白おかしく、なんせあの年のオフは49日間一命を張ったわけだから、マスコミには、ね、えらい喜ばれたよ。普段売り上げが 20% くらい落ちるのに売り上げが上がったっつって、あ、オフなのにそれぐらい上がった、うん、中身は何もないんだよ。そう中身は何もなくて、見出しだけ落ち合いって書けば新聞売れたっていう。だから球団との交渉は一切なかった。そんな中で、まあ、その交換トレードの話が出たりしたこともあったんですけども、実際そういうことは水面下では起こってたんですか。あったみたいだね。だから俺は当事者からもう外れてるんだ。じゃあ全くロッテ球団とのなんか話し合いは全くなかったんですか。ない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 。情報が入ってくるだけでね、まあ次期監督は有藤さんだっていうことで、まあその中で監督を引き受ける条件として落合をトレードで出すとかっていうような話は耳に入ってはきたけどね、まあ、じゃあトレードなんだっていう。だからまた聞き、全部また聞き。その時に巨人なんかとトレードあるんじゃないかっていう情報も流れたんですけど、ああ俺ら蚊帳の外だもん、こういうことに関しては。これは球団同士で話し合うことであってね、選手に勝手に移動する権利なんてどこにもないわけだから。だから球団が雇わないといえば他を探さなきゃいけないっていうようなことなんでね。だから
球団同士でどういう話し合いが行われてるかっていうのは一切耳に入ってこなかった。人からのまた聞きだけ。俺流チャンネル。オーナーの重光オーナーがですね、まあ監督にはすでに、まあ、三冠王の給料、9700万円の、ね、年俸を支給していると。年俸は現状維持でタイトル料は別途考慮するみたいな言葉が出てるんですけど、俺今それを初めて聞いた。あ、その文言は重光オーナーが何を言ったかっていうのは全然こっちには入ってきてないから。じゃあ本当に全くそういう情報がなく、なく、じゃ本当に次の年どこでプレーするんだろうというような。ああ全然予測も立ってなかった。まあ新聞で騒がれたのは巨人とのトレードとっていうようにマスコミが騒いだだけでね、はい、まあ、実際どうなるか決まってみなきゃわからないっていうのが現状だった。12月に入られてこれ年球団とはこれ年俸交渉されてるんですか？してないですね。あ、じゃあその年俸交渉の球団が提示するものと、もう落合監督サイドが求めてる要求額とか、これはもうじゃあどっちが言ったというよりは紙面新聞とかで報道だけで流れてる数字ってことですか？ということだと思う。球団とは一切会ってない。呼び出しもなかったし。でそんな中で、まあね、重光オーナーが、まあ、残留か引退かと、放出はしないというような話もされたってこともあったんですけども。いやそれも初めて今耳にすることだよ。あ、本当にそんな状況だったんですか？うん。じゃあ主に本当にロッテ球団の方と何かお話ししたってことは全くなかったんですか？トレードが決まった時に挨拶しただけで。そんなもんなんですか？そんなもんなんじゃないの？だってトレード大前提だったっていうことだったから。あ、もうじゃあ次期政権ではもう初めからそういうふうにすると、うん、というような話だった。これもまた延期なんだけどね。その次の次期監督とはあまり良くなかったんですか？いや別に悪い関係ではなかったよ。俺ら一目置いてたし、こっちがなんか派閥作るっていうようなこともなかったしね。大体単独行動だったから。稲尾さんが、まあ、いなくなられたということで、まあ、本当にロッテ球団の方に、まあ、残留するっていう気持ちはやっぱり薄らいだってことなんですか？いや、それはない。だってそこで仕事してるわけだから。だから一時の感情でそういうふうに喋ったんだろうとは思うけどね。そういうことだったんですね。だからマスコミのいい時期にされた。そんな流れの中で本当に、まあ、トレードが決まったんですけども、蓋を開けてみれば巨人ではなく中日だったんですけど、うん、これ聞いた話だけどね、金田さんと張本さんがもう2つのラインがあって、人生が違うんだって。トレードの要求してるロッテ側からのね、それで不信感を持ったとかっていう話は聞いた。でこのまま落合をジャイアンツに持っていかれれば俺らは太刀打ちできないからっていうんで中日が動いたっていう話は後々聞いたけどね。まあこれでやれやれ落ち着いたかっていう、やっとこの騒動が終わったかっていうような形では捉えてたけど。俺流チャンネル。星野監督の印象を聞かれて、男が男に惚れたんです、言葉はいらないっていう発言は、これはすごいかっこいい言葉なんですけど。恥ずかしいねよ。そんなこと言ったんだなと思って。でもその時やっぱりそういう、いやなんかかっこつけなきゃいけないっていうのがあったんじゃないのかな。
だから金額云々じゃなかったんだ。もう働ける場所を探すっていうのが第一。まあ年俸はそのうち上がるだろうと思ってたけどね。これはすごいかっこいい言葉なんですけど。